ガガーズののんちゃんです。今日はクリームソーダを作ります。材料は炭酸水とメロンシロップ、そしてアイスクリームとトッピング用のチェリー、そしてたっぷりの氷です。それでは早速作っていきたいと思います。まずはメロンソーダを作ります。メロンシロップをたっぷりめに入れて、はい、そして炭酸水で割ります。これぐらいでしょうか。これをグラスに入れていきます。グラスの半分より下、ちょっと少なめに入れてください。はい、とりあえずじゃあこれぐらいにしておきます。そして氷をたっぷり入れていきます。大きい氷も入れますね。これで、アイスを乗せる土台を作ります。氷はもうどん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 入れてください。たっぷりと入れていきます。はい、はい、入れて入れて、いっぱい入れますよ。そしてですね、氷が沈むようにこうガチャガチャとスプーンでガチャガチャします。そうするとメロンソーダの傘が増えますね。で、氷も沈むのでまだ氷を入れます。よし、これでまたガチャガチャ、お、よいしょ、もう一個ぐらい入れましょうか。はい、これでここが平らになったので少しソーダを足します。で、グラスの8分目ぐらいになるようにソーダを入れてください。そして最後にアイスを上に乗せます。よいしょ、よいしょ、固い、よいしょ、上に乗せて、よっ、いくかな、ほう、頑張れ、頑張れ、よいしょ、はい。そして最後にチェリーを乗せて、ここかな、はい、完成です。では皆さんも作ってみてください。